ポプラは、新生創始葉類キントラの木柳ヤ山ナらし族、または箱柳族に属する樹木。ポプラとは、ラテン語の、人々、共同体、国民などを意味するポピュラス、ポプルスに由来し、古代ローマで、しばしば公共の集会所の周囲に植えられたからであると、いう。北半球の温帯に、約100種が分布する。日本のポプラ族は山な、山慣らし、 泥の木の二種が自生する。一般には明治期に導入された外来種をポプラと呼ぶ。ヨーロッパ黒ポプラの樹形。イタリアポプラと異なり横に広がる落葉紅葉樹。葉は高三角形。死有一種で春に花を咲かせる。花が終わるとすぐに綿毛付きの種子を大量につける。この種子が風に飛ばされて空を舞い、波木など多数のポプラのあるところでは、 地面が真っ白になることもある。このため、英語でコットンウッドとも言う。成長が早い利点の反面、材は柔らかくて緻密さに欠け、燃えやすく、強度や耐久性で劣り、用途が限られる。また寿命は、比較的短く、数十年から百年程度で老木となり、台風などで倒れやすい。北海道大学のポプラ並木主な品種を下記に記す。 外来ポプラの和名は現在まで整理がなされていないため、同一種でも別名や別表記が多く、学術論文ですら混乱しており、植物園などの表記にも不統一なものが多い。以下の名称も統一名称ではない。ポプラは後輩や繁殖が容易で、古くから品種改良が行われ、多くのハイブリッド種が作成されてきた。 現在でも目的に合わせた品種の育成が行われ、ポプラの品種はいよいよ増えつつある。品種改良されたポプラは改良ポプラと総称される。地面に舞うポプラの綿毛。ありがとうございます。